アスター家は、アメリカ、イギリスの財閥。ドイツからの移民ジョン・ジェイコブ・アスターがアメリカにおいて一代に、して莫大な財を築いたのに始まる。彼の子孫は、ニューヨークに膨大な不動産を所有した。イギリスに帰化した子孫は、連合王国貴族の借位も与えられており、貴族としてのアスター家には、アスター死者家と、ヒーバーのアスター男爵家のニアが存在する。 アスター家の財を築いたジョン・ジェイコブ・アスター一世、ジョン・ウェズリー・ジャービスが、ナショナル・ポートレート・ギャラリー・ショーズアスター家は、ドイツ・シュバーベンから出た家と言われる。アスター家の財を築くジョン・ジェイコブ・アスターは、プファルツ選定公領バルドルフに、肉屋の息子として生まれ、1783年に、貧しい、ドイツ人移民として、アメリカに移住したが、毛皮賞を始めると一代にして、 事業を大きく拡大し、その販路を極東にまで広げた。ニューヨークの不動産への投資も行って莫大な利益を上げた。1811年には中国の関東との貿易の拠点としてコロンビア側、川口にアストリアを建設し、さらに古代湖地域やミシシッピー側上流の交易独占権も握った。死去した時の彼の遺産額は2000万ドルにも上り、この額は 東大随一だった。子祖は商業から財を築いたが、その子孫はニューヨークに有する莫大な不動産の運用で知られ、ニューヨークの地主と呼ばれた。ジョン・ジェイコブ・アスター一世の直径のひ孫にあたる、ウィリアム・ウォルド・ーフ・アスター一世は、ニューヨーク衆議会会議員や、ニューヨーク衆議会上院議員を務めていたが、1890年にイギリスに移住し、ペルメル・ガゼットや、 ペルメルマガジンを購入して、その経営者を務め、1899年には、イギリスに帰化して、イギリス新民となり、事前事業などに尽くした功績で1917年に、連合王国貴族社区イアスター支社設に助せられた。その三男であるジョン・ジェイコブ・アスター5世も、イギリス保守党の政治家を務めながら、1922年にタイムズの所有者となり、 その経営者として活躍し、1956年に連合王国貴族爵イヒーバーのアスター男爵に助せられた。なおタイムズの所有権は1966年にフリーイートの初代トムソン男爵、ロイトムソンに売却している。一方アメリカに残った子孫でニューヨークの不動産を相続したジョン・ジェイコブ・ジャック、アスター4世はタイタニック号の乗客として命を落としたことで著名である。 彼とウィリアム・ウォルドーフ・アスター1世は、ニューヨークの最高級ホテルウォルドルフ・アストリアの創設者でもあった。ジョン・ジェイコブ・アスター4世の息子、ウィリアム・ヴィンセント・アスターが死去した後、アスター家の財産は、その未亡人、ブルック・アスターに相続された。彼女は、夫の死後半世紀近くアスター家の財産を支配して、米国屈指の資産家となり、 古き良きニューヨーク社交界を象徴する人物となった。メトロポリタン美術館やニューヨーク公共図書館などに多額の寄付を行った功績で1998年には大統領自由勲章を授与されている。彼女は晩年に認知症を患っており、彼女の二番目の夫との愛の子アンソニー・ドライデン、マーシャルがその後見人となったが、アンソニーの息子、 フィリップ・マーシャルは父アンソニーがブルック・アスターの面倒をろくに見ないで虐待しているので後見人を変更するよう民事訴訟を起こした。その裁判によりアンソニーが弁護士と共謀して彼女の財産を自身に流用していることなどが発覚しアンソニーは詐欺罪などで刑事訴追も受けて2009年10月にニューヨーク州地方裁判所から有罪判決を受けた。 この事件はニューヨーク社公会の歴史の中でも屈指のスキャンダルとなったヨハミヤーコプラスとアニクや。ありがとうございます。